これオーストラリアのケアンズっていうところに行った時の話なんですけど、その時僕はキャラバンに住んでたんですよ。でそこにはオーストラリアの先住民のアボリジニっていう人たちがいたのね。でその人たちって仕事しなくても政府からお金がもらえるシステムになってるんだけど、たまに悪さをするわけで、その人たち人のものを盗んだりとかを楽しむ娯楽でやってたりするのね。である時僕はジッポを座る場所、椅子とかがあるところに置いといたらなくなってて、ないなないなと思って何日も何日も探したけどないわけで、ある日外に出たらなんか暗闇なんだけど、真っ暗なんだけど視線を感じるのね。でなんだろうなと思って周囲を見渡したらどんどん目が慣れてくるじゃん。でじーっと凝らしてこうね、目を凝らして見てたら、そこにチシャネコってわかる、不思議の国のアリスのこう歯ので、よーく見たらアボリジニの人がこうやって笑ってたっていう話。怖っ。